で、まあ、こういうあのアクティブなステージもあるよっていうのをちょっと表現したくて、あの今の蛇に追われながら崩れてっていうシーンが入ってて、はい、あのなんていうかよくあるよくあるというか、あのまあアクションゲームって言ったら固定のステージを進んでいくイメージが強かったんで、うん、その辺もうちょっとこう動的なイメージを入れていきたいなっていう意図があって、であの そんなこう激しいステージのネタなんかも結構いっぱい盛り込んでますと、はい、まあ、ここなんかもそういうちょっとこう、ね、極限状態みたいなところで戦ってるという表現で、うん、まあ、ここはあの実はもう一人あの今回はっきりとあの PV に登場したもう一人のキャラクターがいてね、女キャラクターが、そうですね、名前は言えないですね大好き言っていい？ダメです大好きがダメって言っちゃう、まあダメ出しが多いんですね大好き厳しいな、あの大好きこの PV というかあのベオのあのサウンド、あのサウンドエフェクト担当してる人間で、この PV もあの MA してくれたの大好きなんだけどもう大好きがダメって言うからね、まあ、言われへんな、プロデューサーに怒られるんで、うん、これはあの実はあの前回の PV の最後にチラッと出てて、うん、なんかチラッとせっかく出したのになんかあんまりみんなこう騒いでくれなくて、今回はちょっとはっきり顔も出てるから、ね、そうですね、いい女なのでちょっと演出も若干違いますね、前回はまあベヨネットの敵として出てるんですけど、今回はまあ敵か一緒に戦ってるか分かりにくいですよね、敵か味方か、そうですね、どっちなんだいすけ、これはあれですよね、一緒に戦ってるんですかね、ほうほう、ってことは味方なんですかね、あかなぁかなぁかなぁ、わかんないね、ちょっとね、うん、怪しいですベヨネット俺がついてもジュソこれは、これも、そうか、これも初出しか、そうでしょ、ボスボス、名前はもうええちゃう、まあ、名前は出てますよ、これ出てるね、フォルティッド、はい、フォルティッド、フォルティッド、こいつはあの、まあ、今回実際戦ってるシーンとイベントシーンと出てて、これもね、この何ライフゲージをちょっと見てもらえば分かるんだけど、うん、こう実際戦ってるシーンなんで、あのベヨネッタの攻撃がヒットすると減ってくるんだけど、めちゃくちゃちょっとしか減ってないでしょ難しいんですよ、こいつは相当強い敵ですね、まああのPV に初登場したボスっていうことで分かると思うんですけど、まあ一番最初のボスなんですね、うん、まあこいつと戦うステージなんかも実はいろいろ用意してあったりして、うん、あの、うん、まあこれだけじゃないんで、うん、楽しみにしてほしいなと。ちなみにデザインが誰がデザインしたんですか？デザインはあのまあこいつに限らずあの敵のデザインは全部あのプロデューサーの橋本がね、うん、やってるんですよ、これがあのデザインもできるプロデューサーでしょ、珍しいんですね、すごいね、プロデューサーもできるデザイナープロデューサーってどっちなんですかね、アクロボーン、これもね、これもね、あのまた全然変なところみたいな、あの前回はあの地上からこう出てきて食らいつくモンスターを召喚したんだけど、今回はあの鳥の形のモンスターですね、こいつも今回初めて出して、あの、まあ、ベヨネッタっていうキャラクターはあのこう髪の毛を使っていろんなこう魔力を使うっていうキャラクターなんで、それがまああのこうなんていうのかな、クライマックス的場面ではああいう強力な魔物を召喚して、うん、敵をにこう絶大なダメージを与えると、まあ、いうところもあの見どころの一つかなと思うわけですよ。うん、いや多いんですよこういう終わり方です何俺ダメ出ししてんのそれ、あ、そうしてないんですよ、うん、でも神谷さんのトイレはもう多いんですよこういう終わり方、すみません、うん、気をつけますまあ別に気をつけなくてもいいんですよ、かっこいいんです、でちょっとねこうあのタイトルの後におまけ映像を入れて、まあ、この辺もね多いんですよさ、まあ、どういうことかなと、うんうん、あの過去を失ったビヨネッタ、まあ、これもこうゲーム中にねいろい
ろいろ絡んでくるところなんで、シナリオとかこうイベントシーンだけじゃなくて実際のゲームの中でも、まあ、こうどんな風に味わえるのかなっていうところは楽しみにしてほしいなと。そうです、こんな感じです。まあ素晴らしい3番目のトレーラーで4番目を楽しみにしてます。俺も楽しみにしてる、うん、まだ演出してないです今からこれ絵コンテ書かないと近々ね、あのまたあの次にはもっとたくさん情報出せると思うんで、今回もね本当はね、あの最初にあの、まあ、コンテ書いて編集した時にね3分近くあったのねありましたね。そう1分半というこう厳命が下ったので、うん、まあちょっとカットで、まあでもおかげでこうテンポのいい、そうですね、PV にはなったんだけど、まあそんだけ本当は見せたいところもあって、まあそんなのも、まあ、次の PV でも当然お見せしますし、まああの今やってるあのベオブログとかね、あの辺でもなんか、うん、どんどん質問してもらえればなんかこんな感じですって、そうですね、俺の機嫌が良ければ A 出すかもしれないし、あ、俺っていうか大輔の機嫌が良ければまあ大輔 OK が大輔 OK 出れば映像をお見せしますし、次は名前くらいは名前ぐらいもっと早く言ってるのまあ名前、うん、名前もねありますし、まあその辺もあの楽しみにしてほしいなと、うん、じゃあ最後のコメント、最後のコメント、あのね、もうちゃんと遊べるようになところまでできてますから、あのなんかガミヤのゲームはいつも遅れるとかこういうやついますけど、出しますよちゃんと、今回遅れないよ今回はっていうのまあすみません、うん、だからそこはまあぜひ楽しみにしてもらって、まああの僕たちも制作頑張るんで、うん、でこれからポッドキャストもあの長いインタビューも、ああもうぜひよろしくお願いします。ちょいちょいもうあの出させてもらえるんでしたら、もう JP さん僕みたいなもんでも僕出させてもらえるんでしたら全然楽ないんですから、よろしくお願いします。あ、まあ、よろしくお願いします。 Thanks everybody for watching. Bye、はい、こんな感じでこんな感じでこれ編集すんのまだ、はい。